とてもいい決算をやった会社が6割ぐらいあったかなというとこですね。まあ、正直言いましてね、コロナになってそれこそ日経平均16,350円まで急落、ニューヨークダウも、まあ、16,500ドルぐらいまで下がりましたよね。まあ、FRB の未曾有の金融緩和を中心にして、まあ、大きく相場はまあ戻っていく中で、そうは言ったって経済活動はですね、だいぶ欧米は戻ってきていますが、まあ、日本なんかも戻ってきてはいてもまだまだまあ本格的ではない。まあ、してや中国に至っては今がですね、最もこれ落ち込んできているというところですよね。そういう中で日本企業がね、結構やっぱり、まあ、コロナになった時に危機感を覚えて、まあお得意のコストダウンですね、まあいろんな意味でのコストダウンを成功させたことで企業業績がまあとっても良くなってきているということなんですね。まあ問題は今期ですよね。為替の状態がですね、130円に乗って131円台もありましたが、まあまた米国の金利がピークよりも少しですね落ち着いている中ではありますが、あんまり円高に方向にはまあぶれてないなというところですよね。で、だいたい来年3月の決算、まあだいたい為替は114、5円ぐらいでね、想定してるっていう企業が多いですよね。ですから来年の3月の決算予想については、まあ、どこもかなり控えめに予想しているというところですね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から株式投資と政治を学ぶ竹チャンネルのリンクを貼っていますので、チャンネル登録もお忘れなく。それではまたライブ配信で会いましょう。